アイドルグループトゥモロー、ストゥギャザーの日本でのファーストスタジオアルバムである。2021年1月20日にバージンミュージックよりリリースされた。2019年3月にザ・ドリーム・チャプター、スターでデビューを果たし、同じ夢に向かって青春を駆け抜けている彼らは、今もその夢を見続けているというメッセージが込められている。ミニソで1、ブルーアワーに収録された。 ブルーアワーの日本語バージョンとなるリード曲5時53分の空で見つけた君と僕ジャパニーズバージョンをはじめ日本ファーストシングルマジックアワーに収録された9と4分の3番線で君を待つジャパニーズバージョン日本セカンドシングルドラマに収録されたドラマジャパニーズバージョンや初の日本オリジナル楽曲永遠に惹かれなど全10曲が収録される 本作に収録される、ホースは、日本の男女5人組ロックバンドである、ミセスグリーンアップルのボーカルとギターを務めている、大森元気により書き下ろされ、1月9日から放送されるテレビ朝日系列アニメ、ワールドトリガーセカンドシーズンの主題歌に決定した。メンバーはこの曲に対して、今回のオープニング曲は、仲間で力を合わせて、明日の向こうへ飛び出そう。 という勇気を与えてくれる曲とコメントしている。大森は Tomorrow, X t o g e t h e のファンで9と4分の3番線で君を待つをよく聞いており、その流れで今回の楽曲提供に至ったのだという。11月23日に本作のリリースが発表され、12月23日にトラックリストが公開された。本作の発売を記念し、 ニコニコ生放送で1月24日、2月14日、3月14日と3ヶ月連続で特集番組が放送された。2月1日より、アベマで本作の制作期間4ヶ月に密着したドキュメンタリー、トゥモロー、エックストゥギャザーマップフォースティルドリーミングが独占配信された。フォースは1月10日に先行配信され、LINEMUSIC デイリーチャートと週刊チャートで1位を、 獲得したオリコンでは1月20日付のデイリーアルバムランキングで1位を獲得し、翌日21日付の同ランキングでも8816枚が追加される遺跡販売量は69890枚となり、2日連続で1位を獲得した。週刊アルバムランキングでは初週87000枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。ビルボードでは 2月1日付の総合アルバムチャート、ホットアルバムスで総合主位を獲得した。CD セールスは96,835枚で1位となり、ダウンロードが13位、ルックアップが25位だった。ありがとうございます。